まあ短いやつ、単純なやつですけど、もうなんでそうなるんだよと思うのはね、あのおっさんのくしゃみね、あのバカでかい音、あれ何もうずっと子供の時から気にはなってて、いざ自分も30超えたけど、多分まだなってないと自分の中では思ってますけど、まあいるでしょ、街中とかもう電車とかでも、え、アクションみたいな、あれな、あれ何ですか本当に。いやもうな、おっさんって多分その何、寂しいんだ俺もそれ考えたことある、ほんまに。でしょ、だって謎でしょ。まあ僕ら仮にも出役ですから多少は気使うし、独身だからモテたいとかも思うし、っていうのもなくなって、いよいよ家族もあったりの中でのあれか、寂しいから来る、なんかその、まあ、気づいてほしいじゃないけど、やっぱよっこらせとかな、なんかもうひどい人ならなんか電車の中で、あーと1,2,3,4,5駅違うやまあだからそれはやべえやつか。いやでも酔ってるとかにしても、あの自己顕示欲的なことかもしれないですね。ただくしゃみの音なんてもうとんでもないもんな、街中で言うやつおるもんな、ダーンまあまあその独特の感じのありますよ、アクションウェーンってなんかその半端だけぐらいのやつ言いますもんね。だからそうならないようにだけは気をつけてるんですよ。ビクンってなる、ビクンってなる、もう怖いから本当に。あんなよう通るしな、低いけん。なんでしょうね、あの拍手はすげえ、拍手じゃないや、拍手、くしゃみのこと、ちょっとなんかわかんないです、僕もそう拍手から来ちゃいましたけど、あのくしゃみ、歯磨きのことをゴシゴシもう言ってねえよ、別に車のことブーブーとは言ってないですけど、なんかやっぱ目立ちますしね。うん、あれはもうあれだ、だって抑えれるでしょ、別に多分、その気になれば抑えれる、ある程度はな。うん、そう、ということはもう全開でやってるってことですから、気づいてくれみたいな。俺の親父でけえかったわ、そういや。そういうのも結構嫌ですよね、なんか届けってことでしょ、俺いるぞみたいなことで。いやそう、だけこの拳を天空に突き上げたんだよみたいなことそうか、話浮かべたさんのあれをくしゃみと一緒にするまあでも気をつけてほしいですよね、気をつけてほしい、そうならない方がいいんだから絶対ね、エチケット的にもね。エチケットとマナー、もうマナー違反ですよあれは、ね、完全にあそこまで行ったら。そうそう、本当に我慢できないと思うけど、もうわざとやるのやめてくださいね。平日毎日愚痴を更新しています、ウエストランドの愚痴ラジ、ぜひチャンネル登録してください。ちょっと一言お願いをねしてもらって。いやそうなんですよ、まあ愚痴は全部僕が基本的に喋ってますから。そうなんです、こんな感じですから隣にこいつを座ってますんで、ぜひチャンネル登録してみてください、お願いします。